ら僕は君が気になりだした、また会えるよね、また会えるよね、社交辞令であっても前に受けたいな、僕の大胆とってもきっとプラスになんだ、お互いあれこれ事情があるんだもん、それくすでこで言うやつだっていると思うけど、また会えたなら次会う時は愛情はや愛読書なんか挟んで、この一杯のつもりで飲んで、青春時代みたいにして夢並べて、夢並べて、パラって君と二人愛の語り、めくるめくの世界へ、おおおおおやる気なやつになったろうじゃない、また会えたなら次会うときは君が悩み持ってたりすりゃいいな、守りたくても君が助けを必要としてないんじゃまるで意味ないから、また会えるよね、また会えるよね、社交辞令であっても真に受けたいな、真に受けたいな、